ブラッザグエノンは霊長目、オナガザルカオナガザル属に分類される霊長類。別名ブラッザモンキー。アンゴラ北東部、ウガンダ、エチオピア南西部、ガボン、カメルーン、ケニア、赤道ギニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国。 南スーダン体長オス48.4から5 9 4ンチメートル、メス39.4から5 4 3トル。体重オス4.8から8ラム、メス2.5から4 9ラム。鼻や口の周囲は白く、顎には白い髭が生える。顔に大色の反紋が生える。背面は灰色。獅子や尾は黒く、大体部に白い筋模様が生える。 尻は白い。染色体数は 2N イコール62。グエノンに分類され、背は赤茶色のアグウチ。また前頭部にはオレンジ色の三日月型の模様がある。まぶたと鼻の周りから口の周りのヒゲが白い。この特徴的な見た目をグランドアヤトラルーホーラーホメーニーになぞらえ、アヤトラモンキーと呼ばれることもある。死友とも食べ物を一時的に放置するための頬袋がある。 オスの陰謀は青い。ブラッザグエノンの母子定地や低産地にある、熱帯雨林、沼地林、半落葉樹林、有志植物からなる森林などに生息する。主に樹状性である。4から10匹の群れを形成して生活するが、最大35匹の群れを形成した例もある。群れは、母系、S、集団で、メスは、生まれた群れに留まるが、オスは、 生成熟する前に生まれた群れから離散する。一方では掛け物はペアで行動する例もあり、一部の婚姻様式に一夫一妻も含まれていることが示唆されている。行動圏とた日あたりの移動距離は小さく、ガボンで4の10ヘクタール250から1010 10メートル、ケニア西部で4の6ヘクタール330から1000メートルという報告例がある。視覚的、 聴覚的なコミュニケーションを行い、前者の例では脅威を感じた際に唇をまぐり上げて、剣士を見せたり歯を食いしばる、頭部を上下に振るなどの行動が見られる。驚くと凍りついたように動きを止める。主に果実を食べるが、植物の葉、花、キノコ、甲虫類や、シロアリなどの昆虫も食べる。捕食者は、ヒョウ、チンパンジーなどの他の霊長類、タカカ、ヘビ類、 人などが挙げられる。繁殖様式は体制。妊娠期間は5から6ヶ月。1回に1頭の幼獣を産む。生後5から6年で生成熟する。ブラッザグエノンの野生での寿命はおよそ22年である。他のセルカビシーカスと同様に飼育下では30年ほど生きるだろうと考えられている。臆病で縄張り意識が強く、5頭から30頭ほどの 小さな群れで行動する。群れのリーダーは最も強いオスで、このオスは群れのメンバーを守る習性を持つ。ブラッザグエノンは、うなり声や木の枝を揺らすなど、あるいは様々な表情や独特の行動を通して、コミュニケーションをとっている。生息地では、食用とされることもある。個体群によっては、森林伐採や農地開発による生息地の破壊により、 生息数は減少している。食用の狩猟や外獣としての駆除による影響も懸念されている。ウガンダ東部やケニア西部では絶滅の危険性が高いとされる。1977年に霊長目単位でワシントン条約付属書機2に掲載されている。現地の人々の間では沼の猿として知られている。ブラッザグエノン及びエメデブラザ、エスモンキーは イタリア系フランス人の探検家、ピエール・ブラザに由来する。ありがとうございます。